おはようございます。長州史跡探訪ナビゲーターのマッキーです。いつもこちらのチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日も幕末長州の歴史の旅に出かけましょう。それでは長州史跡探訪、はい、こちらは山口県萩市肘原でございます。阿武川の支流松本川の川岸に位置し、軍事的要衝で石州街道の玄関口です。肘原出身の維新志士に萩の乱に散った前原一世、長州ファイブの一人に数えられる鉄道の父井上雅也、松下村塾四天王の一人で金門の兵に散った入江九一、その弟に明治時代に内務大臣を務めた野村康氏がいらっしゃいます。江戸時代には萩城下の中下級武士の約4分の1がこの地に住んでいたそうです。いや、なるほど、納得いたしました。はい、そして本日のメインとなるのがこちら、若き長州藩士たちの兄貴分で政務座役を務めた祖父正之助の旧宅です。祖父様は1859年安政6年から数年間こちらに住んでらしたようです。地元が長富住だったり、拠点は山口なのですが、やはり萩に居を構えるのは当然ですよね。とにかく祖父様の人柄からか、若い藩士に慕われ愛されているのは素敵です。お酒を愛してらっしゃったので陽気な方だったのでしょう。幕末の風雲時、高杉晋作はある日祖父様のお家にふらりとやってきます。そんな気軽に行ってもええんかと思っちゃいますが、さすが晋作さん。おお、なんか晋作、わしになんの用か。はい、すぐさま、国知の相談に参りました。ほわ、言うてみ。そう言うと、すぐさまはお酒を口に含みます。晋作さんはギラギラした表情で、将軍を暗殺したいので、僕に刀を貸していただきたい。バカかお前は。仕方ない。するとすぐさまは一人三つ星、毛利家の御紋が入った配慮品の刀を持ってきたそうです。もうこれはすごい。驚く晋作さんに対し、すぐさまは、わあ、これはいけんかったの。そう言うと、ヤスリで御紋を削ってから刀を渡しました。その刀を握りしめ、興奮しながら帰っていく晋作さんの後ろ姿を眺めながら、関心なやつだけどかわいそうにの、あいつは長生きできんぞと、ほろりお酒を飲んだというとんでもエピソードが残されています。面白すぎるやりとりですよね。スー様は晋作さんのことをとても可愛がっていたのがよくわかります。だったら止めてあげりゃいいもの。止めないスー様もやはり今日、この二人はエキセントリックなエピソードが多すぎます。よく似てるのかもしれませんね。すると今度はスー様の家の戸を激しく叩く音が聞こえます。今度はなんじゃこんな夜中に。戸を開けると、そこにはいきなり憤る松下村塾の門下生が8人いました。その中心人物は松下村塾の四天王の一人である入江九一でした。入江、なんかがん首揃えて何の用か。そう、入江九一、野村康氏の家からすぐさまの屋敷はれまと、はい、近い、近すぎる。そりゃ怒鳴り込みに来やすいですな。松陰先生が老中真鍋明勝妖撃策を図って再入国され、過激すぎる松陰先生の行動で次第に門下生が離れていく中、入江九一と野村康氏は真鍋明勝妖撃策の決命に加わっていました。松陰先生の投獄にあたって、その罪名を問おうと門下生8人、入江九一、吉田利麿、前原一世、品川彌次郎、寺島中三郎、ふばらまたしろ、有吉熊次郎、岡部富太郎ら8人がすぐさまの家に押しかけたのでした。どうなっちゃうんですか。なんで松陰先生はまた投獄されにはならんのですか。すぐさま、なんとかしてください。すぐさま、たがましいわ。お前らいい加減せえよ。虎次郎はなんちゅう弟子を育てたのか。こいつらは役者じゃや。帰れ。はい、8人まとめて自宅謹慎を藩から命じられます。そらそうやろって話ですが、師である松陰先生を思う気持ちはよくわかりました。この衝動は止められんかったんでしょう。
はい、今回の長州関探訪はここまで。こんなに上下関係がシビアではない班は珍しい気がしますが、ちゃんと締めるところは締めておりますが、それはひとえに藩主毛利高近公のおかげではないでしょうか。この雰囲気があってこそ長州男児たちは実力を発揮できたのではと思います。まあそんな感じが許せず是正しようと俗論派が動き出したのは必然だったのかも。しかし本当に歴史というのは興味深く面白いものですね。まだまだ幕末長州の関探訪は続きます。面白かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ナビゲーターはマッキーでした。最後までご視聴ありがとうございました。